ウォッチメン、ウォッチメン、マチマンは2009年のアメリカ合衆国のヒーローアクション映画、同名のアメリカンコミックを実写化したザックスナイダー、監督作品。2008年に制作され、全米では2009年3月6日に、日本では3月28日に、小畜、東急系で公開された。日本ではエイリンによって R-15 指定を受けている。 ワーナーブラザース制作、配給。ビジュアル的にも原作に忠実に制作されているが、ラスト付近の展開が異なるものになっている。1930年代、アメリカ合衆国の各地に、犯罪者を相手に、マスクとコスチュームで身を隠して戦うヒーローたちが、出没し始めた。彼らは自らと同じような仮面とコスチュームを身につけた、犯罪者。 作中は身元を隠すためと説明されていると、戦っていくうち、いつしか一堂に集結して、ミニッツメンという組織を作り、第二次世界大戦など、政治や戦争の世界にも大きく関与していくこととなる。しかし時とともに、当初のメンバーたちは、戦闘や犯罪者の報復で命を落としたり、精神に異常をきたしたり、彼ら自身が法を破ったとして逮捕されたり、あるいは初代シルク。 スペクターのように引退したりと、様々な事情で姿を消していく。数十年後、第二世代のスーパーヒーローたち、彼らは最低でも、常人を遥かにしのぐ体力を持ち、テレポーテーションなどの超能力を持つ者もいるが、また一堂に集結し、新たな組織、ウォッチメンを結成するが、彼らを、アメリカ政府は、政治の道具として利用し、ジョン・カイ・ケネディの暗殺やビトナム戦争、 ウォーターゲート事件、アポロ11号月面着陸等の歴史的事件に関与させていった。これによりアメリカは世界に対して一時的には絶対的な覇権を握ることとなったが、世界情勢は混乱の一途をたどっていきつつあった。ウォッチメンの一員であったドクター・マンハッタンとコメディアンの投入により、アメリカはベトナム戦争に勝利する。これにより、 リチャード・ニクソン大統領は参戦を果たし、しかも、大統領の任期を無期限に変更してしまう。1980年代までには、大衆の反時系団勘定の紛失、多分に、コメディアによるデモ隊への容赦ない弾圧に原因があるお契機に、ニクソンは覆面着用者の時系合意を禁止する、起因条例を制定し、ウォッチメンは、実質的に、非合法化されてしまう。 政府に活動を認可されたマンハッタン、政府庁法院となったコメディアン、引退を拒絶するロールシャッハのみがヒーローを続ける。一方、合衆国とソビエト連邦間の緊張は、冷戦を核攻撃のレベルまで高めていく。そして1985年10月、コメディアンが何者かに殺害される事件が発生する。その捜査を行ったロールシャッハは、何者かが覆面を被った。 ヒーローすべての抹殺を目論んでいるという結論に達する。彼は引退したかつての同僚たち、ダニエル・ドライバーグ、ナイト・ウルツーヨ、エイドリアン・ベイト、オジマン・ディアス、ジョン・オスターマン、ドクター・マンハッタン、その恋人、ローリー・ジュピター、シルク・スペクター2世。コミック版でのせは、ジュスペクチックに警告を発し始めたが、ほとんど成果はなかった。ブレイクの葬儀の後、 マンハッタンは公開討論会において記者からかつての恋人であるジェニーと彼を現在のような存在に変えてしまったある事故以前からの同僚たち彼とジェニーはかつて自研究施設で働く物理学者であったが癌を発病した原因は彼自身にあるとの非難を受ける会場に現れた余命半年のジェニーの姿に衝撃を受け取り乱したマンハッタンは火星に逃避一方 歩く、核抑止力たる彼の不在を知ったソビエト連邦は、アフガニスタンへの侵攻に乗り出す。ロールシャッフ派が唱えた、陰謀説は、引退前にオジマンディアスとしての正体を公表した、エイドリアンが暗殺を、かろうじて回避し、その場に居合わせたリーアや国家は射殺されてしまった。さらに、ロールシャッフ派自身が、殺人の濡れ衣を着せられ逮捕されるに及んで、正当なものであることが、 明らかになり始めた一方、マンハッタンと破局したローリーは、新たにダニエルと恋に落ちていた。二人は親密になるにつれて現役に復帰することを決意し、ダニエルは、かつてのコスチュームをまとい、万能飛行マシン、アーチーを復活させる。二人はまず火災現場から逃げ遅れた人々を救助し、さらに、ロールシャッハを刑務所から脱走させる。しかし、 三人でダニエルの隠れ家に戻ったところでマンハッタンが現れローリーをテレポーテーションで火星に連れて行ってしまったローリーは火星で核戦争を回避するために地球に戻ってほしいとマンハッタンに頼むがマンハッタンはもはや人類に興味を持っていないと語るそんな中二人はローリーの潜在記憶の中からコメディアンこそが彼女の父親であったという事実を知った マンハッタンは人類への興味を再び取り戻し、ローリーと共に地球に帰還する。陰謀について、さらに捜査を続けていたロールシャッハとダニエルは、エイドリアンこそが、すべての黒幕である、可能性を見出し、アーチーで彼がいる、はずの南極に向かう。その直前、ロールシャッハはそれまでの捜査状況を記録した手記を、新聞社に郵送した。一方、 マンハッタンの不在は二日に及び、ソビエト連邦による先制核攻撃は時間の問題と判断したヘンリー、シンジャーの進言を受けたニクソンはデフコン2を宣言。もはや核戦争は不可避となった。南極に到着したロールシャッハとダニエルはもう一度かつてのオジマンディアスとしてのコスチュームをまとったエイドリアンとピラミッドを模して作られた彼の巨大研究施設の中で退治する。 エイドリアンは自分こそがコメディアンを殺害し、マンハッタンを火星へ逃避させ、発ガン性ガスによってジェニー他の元同僚に癌を発症させた。マンハッタンを死断した記者も、エイドリアンの回し物、ロールシャッハに濡れ衣を着せた黒幕であること、さらに彼自身への疑いをかわすために、自身来への暗殺を演出したことを認める。エイドリアンの目的は、 世界にフリーエネルギーを供給するためという名目で、マンハッタンに作らせた爆発性エネルギー炉で、ニューヨークを含む世界の主要都市を破壊し、二大国以上の力を持つ、第三勢力の脅威を認識させることで冷戦を終わらせることだった。ロールシャッハとダニエルは彼を阻止しようと試みるが、エイドリアンは二人が南極に来る三十五分前に計画を実行ていた。爆発エネルギーの特徴は、 マンハッタンのものと識別され、合衆国とソ連は共通の敵と戦うために団結することとなり、核戦争の危機は去った。ローリーとマンハッタンは壊滅したニューヨークに到着し、エイドリアンの計画を理解する。彼らもエイドリアンと対決するために南極に向かうが、二大国の敵対関係が終結した事実から、この陰謀は大衆に明らかにしないのが、 最良の選択であるということに、結局は同意せざるを得なかった。しかし、ロールシャッハだけは妥協することを拒絶し、真実を公表するために立ち去ろうとする。彼の前に立ちはだかったマンハッタンは躊躇するが、逆にロールシャッハはどうしても妥協できない以上殺す、以外に自分を止める方法はないとマンハッタンを流し、マンハッタンは、ダニエルの眼前で、ロールシャッハを殺害する。 マンハッタンはローリーと最後のキスを交わし、別の銀河へ旅立った。これが平和の代償か。と泣き叫ぶダニエルはエイドリアンを殴り続けるが、彼は無抵抗でそれを受け入れる。冷戦の終結と人類の統合体の形成のもと、ローリーとダニエルは破壊され再建中のニューヨークに戻り、新しい生活を始めた。その頃、ニューヨークのある新聞社では、 若い局員が上司にクランクレター、極もの,の垂れ込み情報などの信憑性の疑わしい手紙。字幕では読者の手紙、吹き替えではクズ記事の束の中からでも何か記事になることを見つけてと命じられる。その中にはロールシャッハの手記があった。あれほどの犠牲が結局はロールシャッハの手記により無に返すのか、あるいは新たな状況がウォッチ面の再結集を 促すのか。それは誰にもわからなかった。キャラクターに関しては、ウォッチメンの登場人物を参照。カッコ内は日本語吹き替え、ウォッチメン、ミニッツメン、ビラン。その他、実在の人物。1986年8月、プロデューサーのローレンス・ゴードンが20世紀、フォックスのために、ウォッチメンの映画家権を獲得し、 ジョエル・シルバーと共に映画化に向けて動き出した。20世紀フォックスは著者のアラン・ムーアに脚本を依頼するが断られたため、脚本家のサム・ハムに依頼した。1988年9月9日、ハムは第一項を完成させるが、338ページキューブからなる原作を128ページに集約するのは非常に困難だと語った。ハムは、 複雑な原作の結末をよりわかりやすく書き直した。20世紀フォックスは1991年に映画化から手を引いたため、ゴードンはラルゴインターナショナル製作20世紀フォックス配給で動き出す。しかしラルゴがその3年後に倒産してしまう。ゴードンとシルバーはこのプロジェクトをワーナーブラザースに持っていき、テリー・ギリアムがメガホンを取ることになる。 ハムの脚本に不満を抱いたギリアムは、チャールズ・マッケオンに書き直しを依頼する。第二項では、ロールシャッハの日記は、ボイスオーバーの形で描かれ、ハムが脚本家の際に覗いた部分が戻された。ウォッチメンの作画を担当したデイブ・ギボンズによると、シルバーは、ドクター・マンハッタン役に、アーノルド・シュワルツネッカーを希望していたいう。撮影は、バインウッド・スタジオで行われる予定だった。しかし、 ギリアムとシルバーが直前に手がけたバロンとダイハードにの予算がオーバーしたため、この映画のために2500万ドルしか用意できなかった。これは必要な予算の4分の1に過ぎなかった。結果としてギリアムはこのプロジェクトを諦めた。ギリアムはこのストーリーを2時間から2時間半の映画にしてしまうことはウォッチ面の基本要素を取り去ってしまうことになると感じたと語った。 ワーナーブラザースが映画化を諦めたとき、ゴードンは、ウォッチメンを自主制作するので、監督に復帰してほしいとギリアムに依頼する。ギリアムはこれを辞退し、映画よりも5時間のミニシリーズにした方がいいのではないかとの見解を示した。2001年10月、ゴードンとユニバーサルスタジオは、デビッド・ヘーターに脚本を依頼する。ヘーターは2002年の初めには、 撮影が開始できると考えていたが、彼による第一項は2002年7月に出来上がった。2003年7月、プロデューサーのロイド・レビンは、ヘーター版の脚本が完成したことを発表、素晴らしい出来であると語った。しかし、ヘーターと、プロデューサーたちは意見の相違からユニバーサーを去ることになる。2003年10月には、レボリューション・ストデオスで制作するかもしれないとゴードンと、 レビンは語った。ゴードンとレビンは、プラハでの撮影を希望していたが、このプロジェクトも流れてしまう。2004年7月、パラマウント映画が、ウォッチメンを制作すると発表、ヘーターの脚本を使い、ダーレン・アロノフスキーを監督に選ぶ。ゴードンとレビンは引き続きこのプロジェクトに関わり、アロノフスキーのパートナーであるエリック・ワトソンと共同で、動いていた。しかしアロノフスキーは、 マウンテン永遠に続く愛の制作のために振り、ポール・グリーングラス監督で2006年夏公開に向けて動き出す。この時、サイモン・ペングがロールシャヒ早くオファーされており、他にダニエル・クレイグやジュード・ロー、シガニー・ウィーバーもこのプロジェクトに関心を持っていた。グリーングラスはドクター・マンハッタン役にホワキン・フェニックスを希望していた。映画の宣伝のため、パラマウントは掲示板があり、 壁紙がダウンロードできるウェブサイトを開設した。テリー・ギーリアムはヘーターが書いた脚本を読んで気に入ったが、こんな内容の暗い映画はスタジオが制作しないだろうとグリーングラスに語った。2005年3月、ウォッチメンを含む高予算のプロジェクトの予算がカットされるとの噂が流れる。パラマウントの CEO、ダニエル・デラインはこのプロジェクトを始めるために予算をカットるように促した。 フラット・グレーがパラマウントの CEO に就任した際予算のカットを恐れたレビンは予算削減のためにイギリス国外での制作を計画するしかしこのプロジェクトも流れてしまった2005年10月ゴードンとレビンはワーナーブラザースと交渉を始める同年12月にはワーナーがウォッチメンを制作することになるがグリーングラスは監督を降りる加えて デビッド・ヘイター版の脚本は基本的に使われないことになった。ワーナー・ブラザースは正式に制作を決めたが、その後にパラマウント映画はユニバーサル映画に対してこの映画に関する開発費を全額払い戻ししていないので、パラマウントはこの映画に関する法的な権利はないと主張した。そのため、この作品はワーナーとパラマウントの共同制作にはならなかった。 交渉の末、パラマウント映画がこの映画の25%に対して、権利を持ち、北米以外での配給を担当することに決まった。300を監督したザックスナイダーに目を留めたワーナーは、スナイダーに、ウォッチメンを監督しないかと持ちかけた。数週間の考慮の後、2006年6月23日、ワーナーは、スナイダーと正式に契約し、脚本は、アレックス・セイが手掛けることになる。 ヘーターの二つの脚本から良い部分を抜き出し、精鋭は原作にある冷戦下というセッティングを脚本に戻した。また、スナイダーはタイトルの部分にモンタージュシーケンスを加え、映画の中で描かれるもう一つのアメリカの歴史を観客が理解できるようにした。スナイダーはエンディングに関しては、ヘーターの原稿を採用した。スナイダーは2007年6月から9月の間の撮影を望んでいたが、 2007年9月17日まで延期となった。また、スナイダーはこの作品に対して1億5000万ドルの予算を希望していたが、ワーナーは1億ドル以下を希望していた。結局、この映画の制作費はおよそ1億2000万ドルとなった。制作はニューヨークのセットが組まれたバンクーバーで行われた。火星や南極大陸でのシーンはブルーバックの前で行われた。 ソニーピクチャーズ、イメージワークスとインテリジェントクリーチャーズが視覚効果を手掛けた。コミックブックアーティストのアダム・ヒューズと W ・ジョン・キャシデリがキャラクター制作やコスチュームデザインのために雇われた。コスチュームテストは2007年3月に行われた。キャラクターの外見は原作コミックに忠実だが、スナイダーはナイト・ウルに関してはもっと怖そうな。 オジマンディアスに関しては古代エジプト風の装いを凝らした姿に従った。最終的にナイトウルとシルクスペクターの外見は原作コミックとは違う部分が多くなった。コスチュームデザイナーのマイケル・ウィルキンソンはコスチュームを現実的なものまた保護となるものとしてデザインし、またナイトウルの衣装は段の空気力学に関する知識を反映すものとして制作した。 ナイトウールのコスチュームにある鎖片びらは鳥の羽に似せて作られている。スナイダー・オル・ソー・ウォン・テッド・ザ・コスムズ・ツー、コメントダイレクトリー・オン・マン・ヤブ・トゥ・デイ・エス・モダン・マスクド、ビジェランティス、筋肉が浮き上がって見えるようなオジマンディアスのコスチュームはバットマン・フォーエバーやバットマン,アンドロビンのパロディである。撮影中、スナイダーはキャラクターたちの背景に触れるようなセリフを追加していった。 プロダクションデザイナーのアレック・マクドウェルは、ニクソンの作戦指令室を、映画、博士の異常な愛情、または私はいかにして心配するのを止めて、水爆を愛するようになったかに出てくる戦指令室のように制作した。彼はまた、研究所の中にあるドクター・マンハッタンの部屋を、W ・メゾン・ジャンセムの作品のように仕上げ、彼がアメリカで最も重要な人物であるかのような、 雰囲気を醸し出し。この部屋はさらに、デビット・ボーイ主演の地球に落ちてきた男に登場する部屋とも似ている。セットデザイナーはネットで見つけた、カンサスの彫刻家たちの作品を、ドクター・マンハッタンのアパートに設置した。撮影は2008年2月19日に終わった。作中ベーソレー戦時を背景にすると同時に、 実在の人物を所々に登場させ物語の中に織り込ませており、ニクソンをはじめ数多くのキャストに関してリアリティを持たせるため、本人たちにそっくりな役者たちに特殊メイクや CG 処理を施している。またアルバート・アインシュタイン、アドルフ・ヒットラー、ジョン・レノンダも登場するシーンが撮影されたものの、最終的に本編からカットされた。 20世紀フォックスがウォッチメンの映画化権を獲得したとき、作者であるアラン・ウーアは当初は映画化に関して胸を躍らせていた。1987年のコミックスインタビューの中でブーアは、脚本を手掛けるサム・ハムがノーザンプトンにあるムーアの家を訪れたことを認め、ハムであれば原作に忠実に脚色するのではないかと語った。最終的にハムの脚本では、 結末が変更され、エイドリアン・ベイズは死に、ドクター・マンハッタンは時空を変え、それによって、ジョン・オスターマンが放射線の影響を受けないようにした。その結果、残りのキャラクターたちは、タイムトラベルの結果生み出された世界にテレポートされるというものであった。ワーナー・ブラザースが映画化権を持っていた頃、ムーアは、バラエティ氏のインタビューに答え、映画化に関して、以前の見解を変え、 断固反対の立場を取ると語った。ムーアは他とは違い、ウォッチメンは映画的ではないと感じていた。監督を手掛けたがっていたテリー・ギリアムがムーアに接触した際、ムーアは映画化できる作品ではないと思うと語った。日本ではパラマウント・ジャパンよりブルーレイ・ DVD が発売。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。